15年の米軍作成の広島地図、当時過去町に所在していたプリフェクチャールホスピタルの位置が確認できる。県立広島病院は広島市南区にある医療機関。広島県が運営する県立病院である。広島市周辺の人からは一般には県病院の略称で呼ばれる。災害時においては広島県の機関災害医療センターとして 全県の中心となるほか、中国四国ブロック9県のエイズ拠点病院の一つでもある。がん診療連携拠点病院、エイズ治療拠点病院、総合週3期子医療センターなどに指定されている。年俸として広島県立病院医師を発行している。広島県立広島病院と呼ばれることがあるが、これは誤りである。広島医科大学遠隔も、 参照八百七十七年五月、県立広島医学校の付属病院として、公立広島病院として、同校内に開院。その後八百八十七年に、医学校は廃止されたが、公立病院は存続し、広島県立広島病院と改称した。開設当初から、原爆被災までは、広島市加古町に所在し、県庁と本川に挟まれた場所が、所在に立ち、当時は、 広島藩以来の古い庭園である、与楽園が病院の中庭となっていた。1945年4月、県立医学専門学校が設立されたため、県病院は同校の付属委員となったが、8月の原爆投下で爆心地より至近距離にあった病院は全焼、全壊し壊滅、機能停止に陥った。その後、1947年に解散した日本。 医療団が運営していた広島中央病院の施設を引き継ぐ形で、1948年4月1日、現在地の宇治なにおいて再発足した。再発足時の診療科は、内科、下科、小児科、産婦人科、皮膚皮尿器科、眼科、歯科、放射線科の8科、病床数は111床であった。 設立後の1958年12月25日から1961年3月12日にかけて病院の全面改築を行い、1991年に再び整備工事に着手し、救急医療や放射線医療の充実を目指した。また1973年10月31日まで結核病床を設置し、さらに1972年4月1日に、 精神病床を50床増設するなど、病床の拡充も進んだ。1996年に、中央棟改築等の整備が完成、病床が755床まで増床した。現在、広島県病院事業の設置等に関する条例における、病床数は700床となっている。2009年4月より、地方公営企業法全部適用。ありがとうございます。